国際弁護士の清原博氏53が26日放送のテレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」月曜から金曜前8-0においで園ドジャース・大谷翔平投手29がこの日発表した専属通訳だった水原一平氏39の違法賭博問題に対する声明を解説した写真あり 大谷翔平が1枚だけ残した画像は2ファンも涙、水原一平氏の姿も大家は、僕も話したかったので、嬉しく思います、と切り出し、信頼していた方で、悲しいし、ショックです。僕はスポーツ賭博に関与してない、彼が僕の口座からお金を盗んだ、みんなに嘘をついていた、言葉では表せないような感覚でこの1週間ぐらいはずっと過ごしてきました、などと説明した。 清原氏は、水原さんが大谷選手に無断で大谷選手の銀行口座にアクセスしたという部分ですね。これはやっぱり、私は少し説明してほしかったなと思うんですよね、と指摘。普通、銀行口座にアクセスするには、セキュリティが何十にもありますから、それを乗り越えるのは普通難しいわけで、どういうことで、水原さんはそれをできたのかという疑問は最後残るんですよね、と話した。 しかし、でもおそらくそれは大谷選手自身もわからないことなのかもしれませんね。自分が知らないところで勝手に誰かやってんだから、自分だって知らないこと。それは水原さんに聞くべきことであったり、今後の捜査に委ねるべきこと、とし、この記者会見の段階では大谷選手の自分の認識をしゃべるわけですから、自分としては本当に全く知らないところで水原さんがアクセスしたというわけだから。 本当に知らなかったと,と推察どういうふうに水原さんがアクセスしたかそれは知らないけども大谷選手も知らないんだからこれ以上説明しようがないということかもしれませんねとまとめた。